どうもどうも、タパゾウです。自己紹介はこちら。今回のテーマはこちら。個人投資家に人気のナスダック100との連動を目指す ETF、インベスコグループの999と 999M を徹底比較です。最近のナスダックの好成績ぶりは目を見張るものがあります。特に金融以外のナスダックマーケットに上場している時価総額上位100銘柄に連動する指数、ナスダック100は勢いがありますね。そのためナスダック100との連動を目指す ETF であるインベスコグループの999もしばしば話題になっています。その999と同様、ナスダック100との連動を目指す新たな ETF が登場したのはご存知でしょうか。その名も 999M と言います。999は ETF の黎明期に誕生した歴史ある ETF です。その分、投資効率に難があるファンドの形態で運用されてきました。その弱点を克服する ETF、999M が新たに出てきたんですね。今回は999と 999M を徹底比較して、999M の特徴を掘り下げて解説します。早速、共に学んでいきましょう。ナスダックとは、おさらい。ここ数年、米国株への投資の意義が広まっていることを実感しています。ブログや書籍でも、テーマを米国株に絞ったものが多く出ていますね。私がブログを始めた頃は、米国株に特化した発信をする人はごくわずかでした。米国株投資家が増えるのは嬉しいことです。さて、米国株を取引する主なマーケットは、ニューヨーク証券取引所、NICE とナスダック証券取引所です。NICE は1817年に設立された歴史上2番目に古い証券取引所です。世界最大の証券取引所でもあります。ナスダックは比較的新しく1971年に設立されました。 NASD 全米証券業協会主催の世界初の電子株式取引所として誕生した経緯を持っています。今でこそ電子株式は当たり前になっていますね。しかし昔は株式は紙で発行されていました。日本でも2009年に完全に廃止されるまでは紙の株券も有効でしたね。さて、ナスダックはグロース企業向けのマーケットでもあります。そのため、ハイテク企業や IT 企業が多く含まれます。NICE に次いで世界で2番目に大きな証券取引所となっています。SBI 証券さんのスクリーナーで、米国株を時価総額順に見てみましょう。スクリーナーはいろいろな指標でスクリーニングできるので便利ですね。さて、米国株の時価総額ランキングは図のようになっています。ナイツ市場に上場しているのはイーライリリー、ESMC、バークシャーだけです。上位10銘柄のうちほとんどがナスダックに上場している銘柄ですね。このようにナスダックは昨今の米国企業の発展に大きく関わる取引所と言えるでしょう。きっとナスダックの企業に投資してみたくなる投資家さんもいらっしゃるのではないでしょうか。とはいえ、グロース株はただでさえ値動きの激しいことが多いです。個別で勝負をするのはそれなりのチャレンジになりますね。この図は SBI 証券で使えるヒートマップの図です。ヒートマップは株価の変動を見やすく表示した図です。なお、SBI 証券のヒートマッププラスは日米の株式に対応しています。この図では米国株のヒートマップを表示しています。さて、図のように個別株は日々株価が変動します。いい銘柄を持てば大きなリターンが期待できます。一方、冴えない銘柄を保有してしまうと資産を増やすのは困難となり得ます。自分なりの目線がないと株価の値動きにうろたえてしまう方もいらっしゃるでしょう。そのような理由で個別株はハードルが高いと言えますね。勢いのあるナスダックの株に投資をしたいならば、もっといい方法があります。直接個別株を買うハードルが高い場合は、指数に連動する ETF などで購入するのが楽です。ナスダック100は投資家の中でも人気の高い指数です。この指数はナスダック市場に上場している銘柄のうち、金融銘柄を除く時価総額上位100企業を時価総額加重平均で算出します。ナスダック100との連動を目指す ETF としては、インベスコ999トラストシリーズ1が有名ですね。999という名前で広く知られています。その名にある通り、ETF のマーケットシェア、世界4位のインベスコが運用する ETF です。999と他の指数のリターンを比較してみましょう。2015年当初に各指数に1万ドル投資した場合の資産の推移をグラフにしています。青は999、オレンジ色は全世界株式、グレーは S&P500 です。
2015年に1万ドルを投資した場合、その後の推移に差があります。999は他の指数よりも成績が数段上回っていますね。999は良い年は年間で 54% 以上の上昇を記録したこともあります。VT の 26%、VOO の 31% と比較すると、その伸びの勢いの違いがわかりますね。一方、悪い年は999は年間で 32% のマイナスを記録したことがありました。VT や VOO の約 18% と比べると、その下落ぶりは大きいことがわかります。このように999は上下に激しく動きながら大きく成長していくという特徴があります。そのため、ある程度のリスク許容度が求められる投資と言えるでしょう。長期的な目線で取り組めるならば、期待の持てる指数というわけですね。ここまででナスダック100との連動を目指す ETF である999の魅力は再確認できたと思います。さて、ここで一つ視聴者さんに質問です。同じナスダック100との連動を目指す ETF で999よりも条件の良い ETF があったらどうでしょう？すぐにでも投資をしてみたいなんて思いますか？あるいは、いやいやそんな都合のいい商品なんて何か裏があるんじゃないの？と疑ってしまいますか？実はそんな ETF が実際に存在するんです。その ETF とはインベスコナスダック100 ETF です。ティッカーは 999M です。999と同じくインベスコグループが運用しています。米国株のファンドの形態にも触れながら999と 999M の違いを比較してみましょう。999と 999M、 999と 999M を比較してみましょう。999は1999年にローンチされました。IT バブル前のことですね。999の純資産は約2700億ドルです。米国で取引されている ETF の中でも上位に入る規模となっています。一方の 999M の歴史は比較的浅く、2020年に設立されました。これまで順調に規模は増えてきており、純資産も260億ドルまで増えています。設定されてから日が浅いにもかかわらず勢いがありますね。分配金利回りは 999M の方が少しだけ上回っています。それでも全体的に分配金利回りは低めです。成長企業は安定した黒字体質ではない企業も少なくありません。そのため配当金が出しにくいというケースがあります。また成長企業は事業で得た利益を元手にさらに事業拡大を目指すことが多いです。そのため分配金利回りは低い傾向になりがちですね。ナスダック100はインカムよりもキャピタルゲインに比重を置いているというわけです。経費率は 0.20% の999に対し 999M の方は 0.15% と低コストになっています。年間の経費率が 0.05 ポイント違うので長期であればあるほどその影響は大きくなりますね。さて、同じ対象指数に対して同じ運用会社が2つのファンドを設立したには理由があります。これら2つのファンドの違いの大きな特徴となるのがファンドの形態です。投資会社の形態の特徴。そもそも株式などに投資する投資会社の形態は主に3種類あります。ユニットインベストメントトラスト UIT、 オープンエンドインベストメントカンパニー OEIC、 そしてクローズドエンドインベストメントカンパニー CEIC です。UIT は米国で初めてできた ETF の形態です。一定の固定的なポートフォリオを期限を定めて保有します。ただし ETF の性質上、継続して保有することを前提としています。そのため実際には期限の延長をしながら永続的な運用をしていることも少なくありません。UIT は基礎となるインデックスの銘柄の完全な再現性を求められます。銘柄を代替したり減らしたりすることはできません。いわゆる完全法と呼ばれる形式で運用されています。また UIT は原則としてファンド内で売買することがありません。貸し株をしたり信用取引をすることができない仕組みになっています。さらに UIT は配当金の再投資をすることも認められていません。投資をしている銘柄から出た配当金は現金の形で保有されます。そして分配金の支払い日にまとめて払い出されます。このようにきちんと定められたルールで手堅く運用していくのが UIT の特徴です。その反面、貸し株や配当再投資など、機動性ある合理的な運用は苦手としています。これに対して、オープンエンドインベストメントカンパニー、OEIC は効率的な運用が可能です。OEIC はオープンエンド型ファンドなどとも呼ばれますね。OEIC は上場されていないミューチュアルファンズ、
投資信託と同様の仕組みです。投資家の請求による払い戻しができるものを言います。 OEIC は期限の定めはなく、長期的な運用にも問題なく取り組めます。 OEIC の構成銘柄は必ずしもインデックスと完全一致する必要はありません。同じような値動きをする銘柄や比率の少ない銘柄を省くことができます。そうすることで管理する銘柄数を抑えることができます。いわゆる最適化法と呼ばれる運用スタイルですが、それが OEIC では可能です。 OEIC では先物取引やオプション取引などのデリバティブも利用できます。幅広い戦略が可能となっていますね。また OEIC では貸し株も可能です。保有している株を貸し出すことで賃料を得ることができます。そのため運用効率が上がりますね。さらに OEIC は配当金の再投資も許されます。配当金がただファンド内で宙ぶらりになることが避けられます。そのためより効率的な運用ができるわけです。このようにオープンエンド型ファンドはより柔軟により効率の良い運用が可能です。その分運用の仕方によっては指数から乖離する可能性もあります。そのため運用会社の手腕が問われる形式とも言えますね。現在は多くの ETF がこのオープンエンド型の形式を取っています。さて UIT や OEIC の他にクローズドエンドインベスメントカンパニー CEIC という形式の投資会社もあります。オープンエンド型に対しクローズドエンド型ファンドなどとも呼ばれます。 CEIC は投資家からの請求に応じて解約を保証しないファンドです。不動産のように部分的に売却して資金を返却するのが難しい投資などに用いられます。日本ではジェリートがクローズドエンド型のファンドになっていますね。CEIC については中途解約は原則としてできません。その代わり受託証券や投資口を売却することで換金できる場合があります。需給によって価格が決まるので純資産価格で取引できるとは限りませんね。このように投資する形式にもいろいろな種類があります。それぞれのメリット、デメリットを理解しておくとファンド選びに役立ちますね。改めて999と 999M の比較。さてさて、投資会社の形式を理解したところで本筋に戻っていきましょう。999はユニットインベスメントトラスト UIT 形式です。一方の 999M はオープンエンドインベスメントカンパニー OEIC です。この違いが2つのファンドの肝と言えます。投資会社の形式の違いによるファンドの違いを表にしてみました。999と 999M の違いが運用にどのように影響を与えるか改めて確認していきましょう。運用手法は同じ完全法が採用されています。 OEIC は最適化法も利用可能です。ですが 999M は999同様完全法を採用しています。完全法はインデックスをファンド内できちんと再現して保有することが求められます。その分高い透明性が確保されていると言えます。またリターンは厳密に指数に連動することも期待できます。一方完全法はある程度資産額が大きくないと細かな変化についていくのが大変になります。また組入れ割合が低く指数への影響が少ない銘柄も入れる必要があります。そのため調整に手間とコストがかかります。特に流動性の低い銘柄を含む場合は売買コストが増える傾向があります。ナスダック100銘柄は流動性も高いため完全法で運用されています。次は貸し株についてです。ファンドが保有している銘柄を貸し株として運用することでレンディングフィーが得られます。その分運用成績が上昇します。実際には 0.0数%の利益向上にとどまることが多いです。それでも長期運用では見逃せない資金効率の改善となるでしょう。デメリットとしては貸し出し先の信用リスクなどがあります。リスクがゼロというわけではありませんね。999は UIT の制約上貸し株ができないのに対し、OEIC の 999M は貸し株が可能です。 999M は貸し株を利用することで効率の良い運用が期待できますね。次はデリバティブについてです。デリバティブは先物取引やオプション取引など金融派生商品のことを言います。デリバティブは場合によっては実物の株取引を行うよりもコスト削減になることにつながります。またリスクヘッジや資金効率の向上など運用の柔軟な機会が多くなり得ます。使い方次第で運用効率向上が期待できる一方、指数との乖離の可能性もゼロではありませんね。貸し株と同様に999は UIT の制約上デリバティブが使えないのに対し、OEIC の 999M はデリバティブが利用できます。999M はデリバティブを用いた柔軟で効率的な運用が期待できます。
続いては配当金の再投資についてです。ファンド内で株を保有すれば、保有する銘柄からファンドに対して配当金が支給されます。 UIT ではその配当金は分配金として投資家に還元するまで現金で保管します。そのため資金効率にやや難があります。それに対して OEIC では配当金の再投資が可能です。これにより資金効率の向上が期待できます。999は配当金の再投資が認められていません。一方の999M は保有銘柄から得られた配当金を再投資に回すことができます。これにより運用成績の改善が期待できますね。このように理論上は 999M の方が運用効率が高いことが確認できました。では実際のパフォーマンスはどうでしょうか。ファンドの最近の成績を比較してみましょう。表は2020年10月に999と 999M に1万ドル投資した場合の2024年4月までのリターンを比較したものです。1万ドルの運用が1万6100ドルちょっとに増えていました。999は1万6114ドルとなったのに対し、 999M は1万6123ドルでした。わずかながら 999M に軍配が上がりましたね。貸し株や配当の再投資によって投資効率が上昇していることが予想できますね。いずれも 999M の方がやや好成績だったことがわかります。ついでにベストイヤー、ワーストイヤーも見てみましょう。ベストイヤーは 999M の方が 0.16 ポイント上回っていました。ワーストイヤーは 999M の方が 0.06 ポイント優れていました。実際の成績でも 999M の方が良かったことがわかりますね。 999M のもう一つの利点、今一度株価を確認してみましょう。2024年5月時点で999は約457ドルです。一方の 999M は約188ドルです。1株あたりの買い付け単価は 999M の方が低いです。この株価がそのまま最小売買単位となります。 999M の方が定額です。そのためより定額からの積み立てがしやすいという点もありますね。まとめ、今日はインベスコグループの999と 999M の違いについて学んできました。999が設立されたのは1999年です。米国で初めて ETF が誕生したのは1993年です。まだまだ ETF の黎明期だったため、999の運用にあたっては UIT が採用されました。その後インデックス投資はじわりじわりとシェアを広げていきました。その過程でより効率を求める声があり、制度が改善されてきたわけです。そして次第にオープンエンド型ファンドが普及してきました。その時代の変化に合わせて 999M という新たな ETF をリリースしたわけですね。ではどちらに投資するのが良いでしょうか。個人的にはより洗練された効率の良い 999M の方が合理的だと考えています。それは投資効率が優れているからですね。これからナスダック100指数に投資を始めたい方などには特に良い選択だと思います。一方、歴史ある999の時価総額は並外れた規模となっていますね。出来高も圧倒的に999の方が大きいです。そのため投資額が大きい方などは流動性の高い999も選択肢になり得そうです。それぞれの特徴を理解した上でご自身に合った ETF を選ぶと良いでしょう。これからの投資戦略の参考になりましたでしょうか。動画が良いなと思っていただけましたら、お友達に紹介していただいたり、動画にいいねやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。人生二度なし、タパゾーは皆さんの投資活動を応援しています。共に頑張りましょう。